海はよみがえるは、江藤敦史の歴史小説で、前後部作。月刊、文芸春秋1961年2月号より、連載開始し、集団を挟み十数年かけ完結した。文芸春秋で1976年に、第1.2部が、1982から83年に、第3.4号部が、観光。1986年に、文春文庫でも刊行されたが、 2013年時点では、双方とも半元しなぎれ。1977年8月29日に TBS で3時間ドラマとして放映された。1977年8月29日の21時2分23時55分に TBS 系列にて放送。制作は、テレビマンユニオン。日立製作所提供の日立スペシャルとして放送された。 制作費は1億円。視聴率は29.2%であった。日本初の3時間ドラマとされている。当時、テレビの視聴者は業界から飽きっぽくチャンネルをザッピングするものと思われており、本ドラマの成功で長時間番組が日常的に編成されるようになった。百七十七年度テレビ、大賞優秀番組賞、百七十八年度エランドール。 小特別賞を受賞。現在は横浜市にある放送ライブラリーで無料で閲覧できる。制作においては放送局の TBS ではなく広告主である日立製作所へ企画を持ち込んだ。そして日立を直接スポンサーとして迎えた後に TBS へ放送を持ちかけている。番組途中の CM では日立コマーシャル劇場として裏山霧を恩地秀夫 歯に進む、吉田基重といった4人の大物映画監督がそれぞれ制作した3分間の特別 CM を放送した。岩波ジュニア新書、テレビは語るによる。ありがとうございます。